カットライン。私の名前はカンナ。結婚して4年目になる夫ユージと2人で幸せに暮らしている主婦です。ただいま。あ、ユージおかえり。晩ご飯できてるよ。ああ、ありがとうカンナ。ごめんね、カンナもバイトで疲れてるはずなのに家事やってもらっちゃって。皿洗いは俺がやるし、明日の晩は俺が作るから。ユージはほんの少し前まで有名な大手企業で働いていました。しかし大手ということで激務に次ぐ激務のせいで体を壊してしまい、あえなく退職。現在は落ち着いた仕事に転職したばかりで給料があまり高くないので、私もバイトをしつつ二人で家計を支えています。気にしなくていいんだよ。新しい職場で大変だろうし、それにほら、私のバイト先は実家だからさ、ストレスフリーだもん。私の実家はいちご谷組という温泉旅館の経営や温泉設備専門の業務などを幅広く手掛ける企業を経営しています。私はそこに週何日か手伝いに行っているんです。カンナ、ありがとう。でもやっぱ家事はやらせてよ。頼りっぱなしは嫌なんだ。わかった。じゃあお言葉に甘えさせてもらうね、といった感じで私たちは助け合いながら幸せに暮らしています。そんなある日、義母がうちに遊びに来ることになりました。カンナちゃん、お時間取ってくれてありがとう。本当にあなたみたいな子が嫁に来てくれて嬉しいわ。でも私みたいなおばさんの相手して疲れてないかしら。そんな、全然大丈夫ですよ。いつでも遊びに来てください。義母は同じ県内に住んでいるのですが、県の中でも外れの山に近い場所にある一軒家で一人暮らしをしています。お父さんが亡くなってからというもの、一人はなんだか寂しくって。お母さん、 あら、ごめんなさいね、こんな締めっぽい話をしてしまって。もっと楽しいお話をしましょうか。はい。その日の夜、ねえユージ、もしよかったらなんだけどさ、お母さんの家で同居しない？突然どうしたんだ？実は少し前から思ってたの。お父さんが亡くなってからお母さん目に見えて元気ないでしょ？少しでも一人の時間を減らしてあげられたらと思って。義実家で生活できれば今の仕事の給料が安定するまで節約にもなるし、どうかな。でもカンナはいいのか？うん、大丈夫。私がお母さんと一緒に住みたいの。そっか、わかった。母さんに話してみるよ。その後3人での話し合いの場などを設けて相談した結果、同居が決定しました。それから数ヶ月後、私たちの同居は和やかなムードでスタート。しかし私はだんだんと違和感を覚えるようになったのです。晩ご飯できたわよ。うわー、美味しそう。ありがとうございます、お母さん。いただきます。なんだろうこの味、なんか違和感があるというか酸っぱいというか、正直あんまり美味しくない。どうかしら。うん、うまいよ。いつもの母さんの味って感じ。よかった。どうかなちゃん。美味しいです。本当？よかった。ユージは普通に食べてるってことはこれがお母さんの味なのよね。こんな感じで義母が作ってくれた料理の味がなんだか変だったり。今日はお寿司よ。やった。これが私で、こっちがユージのやつね。あら、おかしいわね。カンナちゃんの選んだやつが入ってないわ。お寿司屋さんが間違えちゃったのかしら。もしかして母さん、注文の時に間違ったんじゃ。そんな、確かにちゃんと頼んだと思ったんだけど。ごめんなさい、カンナちゃん。いえ、大丈夫ですよ。私は家にあるもので何とかするので。じゃあ俺とお寿司半分こしようよ。俺も足りない分は家にあるものを食べるから。こうして出前を頼むと私の分だけなかったり、一度きりなら私も気にしないのですが、こういうことがだんだんと増えていったので、少しずつおかしいと感じるようになりました。それから少し経った頃、ついに決定的な事件が発生したのです。じゃあ行ってくるね。帰りは2週間後になるから。わかった、気をつけてね。その日、ユージが仕事の関係で長めの出張に出て、
義母と二人きりになったのですが、これでよしっと。あら、カンナちゃん、洗い物終わったの？ああ、はい、ちょうど終わったところで。そう、じゃあもう一度やってくれる？ちょっと何言ってるかわからない。どういうことですか？どうもこうも、こういうことよ。そう言って義母は洗い終えたばかりの食器に牛乳をぶちまけたのです。何するんですか？はい、今すぐ洗い直して、あとお昼ご飯はあんたが作りなさいよ。ちなみに美味しくなかったら捨てるからね。お母さんどうしちゃったんですか？私嫌われるようなことをしちゃいました？どうもしてないわよ。だってあんたのことは最初からずっと嫌いだったもの。え？どうせユージと結婚したのだってユージのお給料がいいからなんでしょ。家事もろくにしないくせにたまにいそいそ家を出ていくし、どうせユージが稼いだお金で遊び回ってるんでしょう。浅ましったらありゃしないわ。お母さん、それは先に説明しましたよね。私は家計を支えるためにバイトをしていて。ユージがたくさん稼いでいるのにバイトする必要なんてないじゃない。それには理由があって。はい、言い訳とかいいから、うちは働かざる者食うべからずよ。ちゃんと家事しなさいよね。っていうか、さっさと離婚してくれないかしら。邪魔なのよあんた。そんな、じゃあどうして同居に同意したんですか？そりゃあこの状況を作り上げるためよ。前のままじゃ家が遠くて嫁いびりなんてめったにできなかったけど、同居しちゃえばやり放題でしょ。そんであわよくば大事な息子を食い物にする寄生虫を排除できたら万々歳ね。あの、私そんなつもりで彼と結婚したんじゃないです。うちではどうとでも言えるでしょ。とにかく離婚させられたくないならしっかり家事をすることね。じゃあよろしく。その後も義母はことあるごとに私の家事に何かとケチをつけ、洗濯物をわざと汚したり、私の料理をまずいと言って捨てたり、典型的な嫁いびりをしてきました。そして最後には、はぁ、あ、お母さん何してるんですか？それ私の布団。何って、家事もできない、料理も減った、まともに稼ぐこともできない、そんなはずれ嫁を家の中で寝かせるなんてもったいないでしょう。あんたの寝床は庭で十分よ。そう言って義母は私の布団を窓から庭に投げ捨てたのです。私は慌てて布団を回収するため庭に出たのですが、ああ、お布団が、昨日干したばっかりなのに。いい気味ね。あんたは庭で寝てなさいよ。義母は私が家を出た隙に家中の鍵を施錠。私はスマホだけ持った状態でまんまと締め出されてしまいました。必死に鍵を開けてほしいと懇願しましたが、義母は家中のカーテンを閉めて知らんぷり。結局私は外で寝ることになってしまったのです。まさかここまでするなんて。まあ今の季節が春っていうのが不幸中の幸いね。まだ眠たくないし、ちょっと散歩でもしようかな。この辺誰も管理者がいないのかな。あれ放題だ。あ、地層が地面の上に出ちゃってる。これは。そうして散歩をしていた私はあるものを発見。これはすぐに調査しなければと考えた私は慌てて実家に連絡をしました。それから数日後。なんだか最近ハズレ嫁が庭でこそこそやってるみたいなのよね。一体何してるのかしら。まさか本当に庭に住もうとしてたりして。あのお母さん。なに？言っとくけど向こう一週間は家に入れないわよ。それよりご相談があるんです。この庭私に売ってくれませんか？
500万円で。500万あんた何言ってるのよ。そんな金用意できるわけないでしょ。できますよ。なのでこの庭の名義を私に変えたいんです。たっくいびられすぎておかしくなったのかしら。じゃあ500万円現金で用意しなさい。それなら考えてあげるわ。わかりました。その翌日、どうぞお母さん、500万円です。こんなお金、一体どこから?というかあんた、本気であんなボロ庭を買い取りたいわけ?はい、あの土地が欲しいんです。何考えてるのかわかんないわね、あんた。まさか本当に庭に住むつもりなの?それか離婚後に少しでも何か得ようとでも思ってるのかしら。まあいいわ。あんなボロには業者に売ったところで二足三文でしょうし、好きにしなさい。ありがとうございますお母さん。ということで私たちは正式に書類を制作し、義実家で手つかずだったボロボロの庭は無事私名義の土地になりました。それから数日後、ユージが帰ってきたことでやっと家の中で眠れるようになりましたが、義母はユージに隠れて私をいびり続けたのです。そうして耐え続けることを数ヶ月後。なあ、なんか庭に小表の男の人がいっぱいいるんだけど、どうなってるんだ?それが私にもわからないのよ。カンナちゃんが急にあの人たちを呼んだみたいで、私が起きたらもう何か作業を始めてたのよ。あ、お母さん、ユージ、おはようございます。カンナ、何してるんだ?あの人たちって確かいちご谷組の作業員の人たちだよな。社名入った作業服着てるし。そうだよ。実は今温泉掘ってるの。お、温泉?はい、この辺調べてたら温泉が出ることが分かったので、私の実家温泉の掘削もやってるんですよ。庭でこそこそしてるなと思ったらそういうことだったのね。でもやったわ。うちの庭に温泉が出たら大金持ちじゃない。楽しみね。それからさらに数ヶ月後、よしっと温泉開通。やっとできたの。それでうちにはどれくらいお金が入るのかしら。うちの庭から出たんですもの。もちろん何かしらもらえるのよね。え、いえ、お母さんには一銭も入りませんけど。はあ、どうしてよ。ここは私の家の庭でしょ。お母さん、もしかして忘れたんですか。ここの庭私が買い取ったじゃないですか。もっと言えば温泉券はいちご谷組で登記してあるので、個人にお金が入ることはありませんよ。この温泉を使ってこの辺に温泉旅館を建てる予定なんです。そのための土地も確保しましたし。な、何よそれ、聞いてないわ。どうにかならないの。そう言われてもどうしようもないですね。そんな、だいたいこの庭を売ったお金があったじゃないですか。あれどうしたんです。あんなのさっさと使っちゃったに決まってるじゃない。だって温泉が出ると思ったから。ああ、道理でここ数ヶ月旅行行きまくったり、エステ行ったり、高級料理食べたりしてたわけですね。もうこんなことになるなら庭を売るなんて言わなきゃよかったわ。せっかくあんたを庭に締め出したってのに、締め出し損じゃない。そもそも元はといえば私の土地なんだから、あんたうちにお金入れなさいよ。外れ嫁なんだからそれぐらい。あ、母さん、それどういうこと。カンナを締め出したって、それに外れ嫁って。あら、ユージ今日は帰ってくるのが早いじゃない。ね、今のは違うのよ。そんな、何も違わないよ。ほら、そして私はスマホで撮っておいた義母の嫁いびりの様子をユージに見せました。あんたいつの間に。そんな、私のことおとなしいだけの嫁だと思いました。残念だけど、ある程度はやり返させてもらいますよ。母さん、どういうことか説明しろよ。違うのよ、ユージ。
この女はユージのお金に釣られてるだけなの。だって家事もできないし、まともに稼いでこないし。母さん何言ってるんだよ。え？母さんを心配させたくなくて黙ってたけどさ、俺前の職場退職したんだよ。転職したばっかでまだ稼ぎが低いから、カンナは実家でバイトして家計を支えてくれてるんだぞ。そんな、でもバイトって言ったって工事に参加してるだけなんでしょ。大したことないじゃない。そんなわけあるか。カンナは温泉掘削のプロフェッショナルだよ。俺が元の有名企業にいた時よりも稼いでるんだぞ。嘘でしょ。たく、人の稼ぎにおんぶ抱っこはどっちだよ。見損なったよ、母さん。そんなこと言わないで、ユージ。ごめんなさい。母さん、ちょっと勘違いしただけなの。まさか、同居解消なんて言わないわよね。解消に決まってるだろう。うちの嫁を悲しませる人となんて、一緒に住めないよ。そんな。私、別に同居のままでもいいよ。え？私この辺の温泉のメンテナンスとか業務全般を任せてもらうことになってるし、むしろここにいさせてもらう方が楽なんだ。それに私はお母さんと喧嘩したかったわけじゃなくて、嫁いびりをやめてもらいたかっただけだから、これから一緒に楽しく暮らしていけるならこのままでいいよ。カンナちゃん。カンナがそう言うなら。でも何か嫌なことされたらすぐに言うんだぞ。うん、ありがとう。その後、義母はユージに怒られたことで懲りたのか、私に何度も謝罪をし、その日以降私をいびることはなくなりました。それどころか、家のことは私が全部やるから、カンナちゃんはお仕事に集中してねと言ってくれたので、私は心置きなく仕事ができています。そうして今は家族3人楽しい生活を送っているのでした。めでたしめでたし。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。